私がもらった優しい気持ち。いいですね、最後の気持ち。優しい父の言い方いいですね。優しい気持ち、優しい言い方、はい、父の感じありますか皆さん。優しい気持ち、もらった優しい気持ちですよね。そうです。これはなんかいっぱいありますよね俺たち、うん、結構まあ皆さんもそうだと思うけど、なんかいろんなも人が関わってくれてるから。あ、そうだね。もちろんそれは置いといて、匠とかいろんな人に世話になってそう。なんでやなんやそれ、なんやそれ。まあお世話になってるよもちろん。どういうイメージやね。匠がなんか全然何もできない、何もできないみたいな。まあでも本当にうう、ね、でも周りの人には助けてもらってるし。俺も海外エレベーターエピソードあるよ。思います。LA 前行った時さ、普通にホテルのエレベーターに乗って、結構人数多くて乗ってて、うんうんうん、で3人の海外の女性の方が入ってきて、うんうんうん、1人の人がその普通に動いてる時ね、うん、エレベーターの中で「ヘクシュン!」とか言ってくしゃみしたら、うん、そのもう2人の方が「プリスユー!」ってすぐ言ってたの。それが「かわいい!」ってなった。なんか俺みたいな、そのテンポ感が良かった。くしゃみからの「プリスユー!」が。なんかタケルとかさ、結構ブレスユーって言ってくるじゃん。言うな。 それ影響されてるの。でもあれ結構なんか反射神経がそうな、なんかもう海外は、海外ではそれが普通なんだね。普通なんよ、そういうものらしいよ、うん、もうあのどんな人が、あのどんな人だろうが周りにくしゃみしてる人いたらもうブレスユーって言うらしい。ブレスユーって言う、うん、拍手ブレスユーって言うってことか。なるほど、はい。